桜草、桜草、桜草、学名は桜草か桜草族の多年草。日本の桜草類の代表で、日本では北海道南部、本州、九州の高原や原野に分布し、朝鮮半島から中国東北部へかけても分布するが、野生の群落を見ることは稀になっている。また、埼玉県と大阪府の県、不花に指定されている。 江戸時代に育種が進み、数百に及ぶ品種が作られた古典園芸植物でもある。2019年時点では322品種を、工術の桜草会が認定しているが、この中には明治以降の作出品種も含まれる。日本桜草、日本桜草とも言う。また、桜草属植物は、世界中に約400種あり、穂崎桜草。 プリムラバヨレなど一部を除くと、花の形や創始に極端な違いがないので、桜草を総称とすることが多い。したがって、同族の多種が桜草と俗称されることがあり、注意を要する。園芸店で桜草として売られている植物としては、西洋桜草、ピーポリアンサ、乙女桜、ピーマレコです、プリムラマラコイです、時は桜、ピーアブコニカ、プリムラオブコニカ。 などがあり、本種は少ない。自生地では、林間の失生地や、原野の草間に生え、時に群生する。地中に根茎があり、春に発芽して5から6葉を根なし、高さ15から40センチメートルの家茎を直立させ、5から10個の花をつける。傭兵は長く、葉は楕円型でシワが多く、円に浅い切れ込みがあり、早茎に白い軟毛が生える。花は、 直径2から3センチメートルほどで、壁が5個に深く裂け、さらに角弁が半分近く裂ける。淡紅に色で稀に白花もある。花後、休憩の果てを結ぶ。新しい根茎は地際に,にでき、梅雨明けの頃、葉が枯れて休眠する。夏の暑さと乾燥には弱いが、日本の気候風土に合っており、花は美しく清楚である。江戸時代の中頃から、 荒川の原野に野生する桜草から本格的な栽培が始まり、種子巻きを繰り返すうちに、白、桃、紅、ない、紫、絞りなどの色変わりや、大小様々な花形の変わり品が生まれ、名称が付けられた。やがて、江戸時代後半になると、品種数も非常に増え、文化元年、1804年から新花を持ち寄り品評することが始まった。栽培者は、 はたもとや御家人など武士階級が多く、伝と呼ばれる2から3のグループが成立し、新品種の作出を競い合った。文化から天保を、1804年から1844年にかけてが最も盛んな時代あった。熱心な女性の愛好家もいて、寒天を流し固めた重箱に一品種ずつ差し並べて、鑑賞したという文献もある。幕末には各地に広まり、文久2年。 1866年には桜草としては原則最古の符が発行されている。現在栽培される約300品種のうち、その半数が江戸時代から株分けで伝えられたもので、その花は多様な花形と繊細な褐色が特徴で、他の多くの日本の伝統的な園芸植物と共通している。品種ごとに鉢植えで育て、花時には 花壇と呼ばれる屋根付きの五段構造の展示台に配色よく飾る。蜂は、孫ハンドという本来食品容器として作られた、瀬戸焼きの陶器が使われた。これは、桜草のデリケートな花色をよく引き立てる。愛好者層が武士中心であったので、明治一新前後には衰退の危機にも見舞われたが、やがて愛好者も増え、新花の作出も再び盛んになった。 この頃に生まれた名家にも今に伝えられているものがある。やがて、太平洋戦争により、桜草の栽培も下火になったが、戦後次第に復興し、昭和31年、1956年に愛好者のグループである、倉草会が発足、関西にも、何は桜草会が生まれた。この他全国各地に愛好会ができ、今に続いている。 それに多い陶器的植物のイメージを持たれるのを嫌い、古典草花と呼ぶともある。欧米では植物としての桜草の存在そのものは19世紀から知られ、日本から渡った園芸品種もわずかに栽培されていたが、平成2年1990年頃からようやく園芸文化としての桜草が開され始めた。平成四年1九9二年にはアメリカで、 国際プリムラシンポジウムが開催され、世界中から桜相続植物の愛好家、研究者が集まったが、この際に初めて界隈に日本の桜相文化が本格的に知られることになった。現在ではアメリカにも愛好会が誕生している。なお、桜相とほとんど同じ時代に、イギリスでも桜相続の植物であるオーリキュラ、オーキアラ、P、X、 プベソンズがカーネーションやチューリップなどと共に育種されて多く品種が作り出された。オーリキュラは愛好会や展示方法などに桜草との類似点が多い一方、花の美は桜草と正反対の方向に改良されている。この桜草とオーリキュラの同時的歴史は欧米のプリムラ愛好家たちにも興味深い史実として知られている。 埼玉県埼玉市桜区の田島ヶ原桜草自生地は国の特別天然記念物に指定されている貴重な群落である桜区の区名も桜ではなく桜草にちなんで命名されている。荒川流域のこの一帯は下流の都、高原、浮間ヶ原などと共に江戸時代から桜草の名称地として人々に親しまれてきた。しかし、度重なる治水工事や 工場の開発などによって、原野の植生が変わり、桜草の群落も範囲を狭められていった。この群落を守るため、大正9年、1920年に天然記念物に、昭和25年、1950年に特別天然記念物に指定された。この間にも、第二次世界大戦による食料不足の時代には、周辺が開墾されたり、 その後の高度経済成長期には、荒川河川時期の大規模な開発事業により、指定地の近くまで、工場やゴルフ場、公園、道路などが作られた。その結果、指定地の乾燥化を招き、著しく生育環境が悪化した。群落水帯の危機に対し、旧浦和市内を中心に研究者や愛好者などが、冠水設備などの人為的管理に取り組み、 埼玉市になった現在も、生き残った自生地の保護に努めている。4月中旬の夏季には、桜草祭りが開催され、約10万人の人々が訪れる。また、上尾市、桶川市の境界を流れる江川が荒川に注ぎ込む、付近の低湿地を荒沢と言い,い、こちらも桜草の自生地である。近年、乱開発が進み、環境が損なわれる可能性があるため、 トラスト地として保全をし、自生地を守る運動がボランティアの手によって行われている。2007年8月の環境省レッドリスト見直しによって保全のための努力が払われた結果、絶滅の危険性が下がったことにより、絶滅危惧痛類、ビュからランクが下がった。青春の始まりと悲しみ、早熟と悲哀、運命を開く、初恋、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。